カラミティスは、第2次世界大戦時のアメリカ陸軍航空軍、第20空軍、第20爆撃集団第58爆撃団、第468爆撃軍794爆撃隊に所属した B-29 爆撃機の機名。1944年8月20日に、福岡県八幡市八幡製鉄所を領機と共に爆撃した際、 日本陸軍飛行第四戦隊、延べシュゲオ軍総操縦の二式複座戦闘機、トリューの体当たり攻撃を受け損傷した、隊長機ガートルード C の破片が、絡みィ数の垂直尾翼を破壊、飛行不能となって墜落した。搭乗員は、機長ニール J スタッファー隊以下11名。1944年8月20日、中国生都基地。 第20爆撃機集団に所属したカラミティスーは方、山飛行場から両機74機と共に、ヤワタ製鉄所爆撃のために出撃した。ヤワタ製鉄所への爆撃はこの日が2度目であった。カラミティスーは、両機3機と編隊を組み、編隊長ロバート・エス・クリンクス・ケールズ中佐の指揮する、ガートルード・ C の後ろを飛行していた。この位置が、木の運命を決することになる。 同日夕告、目標である、八幡製鉄所上空に達し爆撃を行っていた、カラミティスーは、山口県小月基地から迎撃に出動した、日本陸軍第12飛行士団霊下の飛行第4、戦隊に所属する二式複座戦闘機トリューを、はじめとする日本機の迎撃を受けた。彼らは応戦したが、ノベシュゲオ軍総操縦のトリューが隊長機、ガートルード C の左主翼に特攻し、 1> 第1エンジンと左翼燃料タンクを破壊した。ガートルード C はそのまま空中分解し、その破片が絡みティスーの垂直尾翼に激突した。尾翼は破壊、絡みティスーは飛行不能となって、オリオ町長犬丸天文の山林に墜落した。スタッファー対以下6名は脱出できずきと運命を共にしたが、ワイン中以下広報し、アーヴィング S ・ニューマン勝利。 機関士アスティングシーショット商尉、無線通信士ウォルター A ダンス B 技術軍装、ジャックムーア軍装の5名はパラシュートでの脱出に成功。ワイン注意は山中に潜伏、8月29日になってアシア飛行場に侵入、日本機を脱出して機関しようとしたところ警備の日本軍兵士と銃撃戦となり3人を死傷させた、後戦死した。 ワイン注意の選手はアメリカでも大きく報道され、戦略爆撃隊はトリューに特に注意するよう命令を受けたと言われる。注意は死後パープルハート賞を授与され、ホノルルの国立墓地に埋葬された。他の4名は捕虜となったが、ムーア軍曹は重傷のため8月24日、小倉陸軍病院で死亡した。ニューマン症以下の3名は正式捕虜として、 大森不良収容所に送られ、戦後帰国した。アメリカ側の記録によると彼らは20世紀末まで存命が確認される。スタッファー隊以下6名の遺体は墜落地点に埋葬され、1946年10月米軍が遺体を回収、帰国した。機体名は当時カンザス州にいた、スタッファーの娘にちなむ。彼女は父の出生直前に誕生していた。 ABCD 渡辺洋二、極東を震撼させた長空の要塞の足跡、ボーイング B-29 ナ、no. ンバー52、文林堂、世界の傑作記、2002年2月5日、1995からご飯第3冊、47ページ。ありがとうございます。